こんにちは、吉田さん。私ね、たまにね、10代の頃のことを思い出すんですよ。10代の頃って、ちょっと後悔がね、私多いんですよね。あれをやっとけばよかった、これをやっとけばよかったってものが結構あって、で、20代ではそれを一生懸命ね、追いかけるように叶えていたっていうところで、10代の不満が20代の、まあ、無鉄砲になったのかなってところなんですよね。で、その反動が30代できて、また30代はね、今度は好き勝手やったんだけども、全くお金がなくなったとかね、自由がなくなったみたいな。倒産と逮捕を両方経験して、まあ大病っていうのはね、今まで体験したことがないんですけども、まあそんな状態になりましたよね。で、40代では今度またね、裏が表になったのか、まあネットビジネスっていうのに40歳で早くも出会ってね、それから今に至るっていう感じで、まあいろいろと豊かな40代、楽しい40代かなと思います。で、やっぱね、人生って何をもって豊かさとするかっていうのは人それぞれあると思うんですけども、ただやっぱりね、否定できないものとして思い出がどれだけ豊かなのかなってことなんじゃないかと思うんですよ。思い出したくもないようなことばっかりで人生を埋めていくのか、それとも思い出すことすらない人生の振り返りなのか、いつか生命の終わりを予感した時に、いや、いろいろやったなと、本当にいい人とも出会えたし、苦い経験もあったし、全部なんか生きていたな、輝いてるなって思えるような、そんな振り返りをしたいなと思うんですよ。まあそのためにね、今ね、いろいろやってるってわけじゃないんですよ。今は目の前の欲望を次々と叶えていくってことかなと思うんですよ。で、振り返ってみたら、あれも後回しにしなかった、これも後回しにしなかったっていうふうに思えることだと思うんですよね。それこそね、私はね、酒を飲んだりタバコを吸ったりっていう、そういう体験がまあ不要なんで、その分だけでも結構ね、得してるかなと思うんですよ。で、人の付き合いもないっていうのがね、まあ、極めつきにいいですよね。人の付き合いが全くないんで、それこそお金を稼ぐために仕方なくある場所に行って、お金を稼ぐために仕方なくそこにいる人と関わってってことがないだけで、どれだけ解放されてるかですよね。そしてこういう時代に生まれて本当に良かったなと思ってます。で、お金っていうのは確かにここにあるだけでは何にも生まれないんですよ。まあただね、私は個人的にお金を見てるだけで、わあ、いいなーって気持ちになります。すいません、金の亡者みたいな感じで、お金があることによって喜ぶって感覚もあるんですよ。でもやっぱりそれ以上に感じるのは、自分の欲望を叶えるためにお金を使ってる瞬間ですよね。そこにはね、本当に、あ、このお金があるから自分の欲望が叶えられるなっていうのと、お金を受け取った人が嬉しそうにありがとうございましたって言ってくれる誰かを喜ばしてるってことがありますよね。で、自分も欲望が達成されて嬉しいし、お金をゲットした人はそれでお金のためにやってるわけだから嬉しいしって感じで、この地球上で豊かで幸せな人を自分を含めて2人以上は作ってるなと思うところがね、いや本当にいいなと思うんですよ。ただお金を使わずにそこにお金を置いといて我慢するっていうのは誰もよくしてないと思うんですよね。まあよくすることもあるかもしれませんけども、どちらかというとお金は何でいるのかっていうと、使うために稼ぐわけですよね。ってことは稼いだらすぐ使わないとって思いますし、場合によっては可能な限り、前借りをしてね、いわゆる借金をして欲望を先に満たしていくっていうのもいい人生の送り方じゃないかなと思うんですよ。だって欲望がずっと叶えられなかったらフラストレーションになって、それがストレスになって、それがね、自分の精神を蝕んでいったり他者に攻撃を向かったりすると思うんですよ。でも思いつく欲望を叶えられていったら、どこにフラストレーションがたまるのかなと思っちゃうんですよね。で、多くの方がそれを目指してると思うんですけども、なかなかうまくいかないと思います。だからそれを叶えられる人から順番に叶えていけばいいと思うんですよね。そして先に叶えた人がどうやってそれをやったのかっていうふうな体験があるから、それをまあ学んでですね、踏襲して、まだ欲望を叶えてない人、お金を稼いでない人はお金が稼げるようになっていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね、誰一人自由になってなかったら、それ先は希望はないんですけども、確かに自分と同じ年代で自分と同じような、もしくは自分よりも冴えない人生を送ってきたやつが一発逆転して今ね、夢のような暮らしを送ってると思ったら、人の希望になると思うんですよ。だから、やっぱりね、イラつかせない程度に今が幸せで豊かで自由だってことをある程度は表現していかないと、遠慮なくね、やっぱ希望を持ってもらわないと、人っていうのはね、先を見て明るい希望があるから頑張って生きていけると思うんですよ。何にもないよとかね、何があるか分かんないよっていうのに対しては恐怖しかないと思いますからね。
にしても、うん、BMW ですか、いいっすね。私はもう車ね、駐車場代がもうねもったいなくなってきて乗らないですからね、はっきり言って買っても。あとね、南の帝王のベンツぐらいは生涯で手に入れたい車の一人なんですけども、一つなんですけども、まあそれはね、少なくとも今のベルファイアがどうにかなってからでいいかなと思います。ベルファイアももうちょっとしたらね、あれが終わりますね、減価償却が終わっちゃうんですよね。だから廃棄してそれこそベンツでもいいかなと思うんですけどね。まあ車はいいか、乗らないから。にしても3ナンバーばっかり、吉谷さんも私もですけども、すごいですね、この不況の吹き荒れるコロナ禍に。何なんですかね、私たちがやってることは別に数年前から変わってないんですけどね、うん、まあ情報だからいろいろ入れ替えられますしね、柔軟で、うん、いいんじゃないかなと思います、うん、そうですね。お金はね、置いといても何も生まないですから、早く別のものに変換して自分の体験、思い出にしていくっていうところが人生を豊かにする、まあ、方法の一つなんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。